持ち、原博氏は、地方競馬の名古屋競馬場、田中俊和旧社所属の元騎手である、地方競馬教養センター騎手家庭第83期生、中退。2004年高校を卒業後に、地方競馬教養センター騎手家庭第83期生として入所。その後、体重管理に苦しみ退所、運送会社に就職するも、騎手の夢を諦めきれず2007年3月に退職。 野島美きよきのき務員として、騎手免許取得を目指し、同年12月19日発表の平成19年度、第3回騎し免許試験に合格。2008年1月1日付で、地方競馬騎し免許を取得し、同級者から、騎手デビューを果たした。同年1月13日、第22回名古屋競馬1日目第1、競争ラ系。 C38 組条件戦ケリーケリーで初起乗。同年2月26日、第20回笠松競馬3日目第5競争ラ系、C22 組条件戦を先の早草で優勝し、104戦目で初勝利。同年6月7日、第6回名古屋競馬1日目第7競争ラ系、C19 組条件戦をスーラジアルで優勝し、 名古屋競馬場での初勝利を挙げた。2009年1月12日、第23回全日本新人王総派選出場。2011年5月23日から8月20日まで、南関東公営競馬で、期間限定起場を行った。川崎競馬場での所属は、足立勝久久久社。2012年6月11日から9月11日まで、南関東公営競馬で、 期間限定起状を行った。川崎競馬場での所属は、福島秀夫旧社。2015年3月31日付で、野島みき夫調教師が引退し、田中俊和旧社所属となる。2016年3月31日付で引退。地方通算成績は5068,324勝2着485回3着520回。 勝率6.4%、連帯率16.0%。ありがとうございます。